ート今年もよろしくお願いしますわん。今年ももう少しで私の誕生日だよ。あ、け、おめ、今夜も聞いてね。こんばんは、 NGT48 の加藤みなみです。西方まりなです。山口真帆です。イエーイ、はい、はい、今日はね、大人メンバーですね、うん、そうですね、どうも、はい。で、私、うん、ちょっと一つ言っていいこと。何ですか？何ですか？これ12日じゃないですか、今日、うん、はい、そうですね。あと3日後に私の誕生日なんですよ。おめでとう。やったー。いくつになるんですか？19です。わー、すごいですね。まだね、頑張っても20歳にならないんだよね。なんかうちらの前で言うか。わざと言ったね今。でね、うん、まあ、毎回さ、ファンの人からもそうだけど、うん、メンバーからもプレゼントたくさんもらうのよ。あ、そうですね、そう、うん、だけどさ、うん、なんか今年から私のさ誕生日そんな豪華じゃなくていいからさ。どういうこと、どういうこと。はい、うん、もう全然そんな、みんな同じ感じにしたいんですよ。お、それは例えば、例えばなんか、うん、やっぱり100円のものあげたら100円で返すな、うん、あーね、そう、なるほど、同じレベルで戦いたい、うん、いかにその金額で、遠足みたいに何円以内でお誕生日、そうそうそう、プレゼントあげようみたいな、うん、あ、それいいね。みなみの誕生日からそうしようよ。まあでもそしたら学生メンバーとかにもね。そうだね、確かに、かもしれない、ね、いいね。でもそれみんなにちょっと提案してみようか。そうだ、そうね、行きますか。行きましょう。ラジオ握手会オープニングナンバーは NGT48 で、緑と森の運動公園。 NGT48 のみんな神対応ラジオ握手会。早速ですが今週の企画を発表します。今週の企画は加藤みなみ徹底解剖。イエーイ。私はい、来週15日月曜日に19歳の誕生日を迎える加藤みなみちゃん。はい。そして加藤みなの誕生日を祝して加藤みなみを徹底解剖して、さらに加藤みなみの魅力をファンの皆さんに知ってもらおうと思います。嬉しいな。はい。そしてこのコーナーからは、なんとこのコーナーのためだけにニューヨークから来日されたモジャンヌ・モジャーズさんです。いやいや、もう振りがもう、だから山口さんにやらせなきゃよかったよ。やだ、誰だよ。ありがとうございます。違う、モジャンヌ・モジャールさんじゃないんですよ。すごい、世界で一人。いやいや、ごめんなさい、世界で一人じゃない。何のアーティストか知らないですけど。日本語上手。いや、日本語上手じゃないんですよ。新潟にめちゃめちゃいるんだよ。ずっと中央区に住んでますから、すやめてもらっていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。俺の話はいいんだよ。あなたのそのフレーズ時間食うのよ、毎回毎回。やめて山口さんも、ほんとね。で、僕も加藤さんね、はい、まだちょっと知らない部分が多いな、うん、そうです。確かに、未知数ですね。いや、おいおい、そういうこと言うのよ。ほんとね、すっごいこと言うの、この人。すごい失礼なの。だから、メンバーからならいろいろ聞けるかなと。あ、確かにね。そう、それで私も知ろうっていうことでございますので、うん、皆さん、ファンの方が見ているみなみと私たちが見ているみなみも結構一緒。あ、そうなんだ、ね、結構もう、ね、裏表なくね、なくなくなく、ね、あ、そう、なくなく、はい、なくなく、はい、なくなく。じゃあ逆に今聞きたいことみたいなの、はい、うん、なんかさ、うん、どうやって今まで生きてきたんだろうって。今聞くそれ。そう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 、めちゃ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 な質問ですよ。誕生日にそんなこと聞かれる、うん、でもさ本当に、うん、確かにね、ね、なんか何も知らないじゃん。みなみって。あーじゃないんですか。加藤さん、加藤さん、すごいいい感じでディスられてますからね。そうですか。そうですよ。何も知らないですか。なんか本当に森で、うん、なんか、なんか、タコみたいな。森に育てた子みたいな。狼に育てられた子みたいなね。そうそんな感じなんですよ、本当に。テレビとかも全然知らないし。そうか、そうなんだよね。映画とかもほとんど見たことないし、みたいな。そうだよね、うん。そうなんですよね。え、うん、最近とかは映画とか見たりしましたか、テレビとか。見ました、見ました。え、見た、映画見たの、うん、見た。何見たの。あ、ちょっと名前はわかんないんで。いやいやいや、ごめんなさいね。映画見た人が作品名覚えてないんだけど。それはでも内容はしっかり見て覚えてるんですか。はい。そう言ったら分かるかな。ね、なんか女の子が病気になって、うん、で途中から、うん、なんか男一人になっちゃった話。なんだよこれ。よくある恋愛物語。わかんねえよ。途中から男性が一人になっちゃう話ってなんだよ。なんだろうね。君の膵臓を食べたい。それです。あ、これ、なんで分かったの。素晴らしい。加
藤みなみクイズですよこれ。最近のだとそうかなって。あ、確かに流行ってた、ね、流行ってた、すげーだ、ね、もっと紹介の仕方あってよ ね、 そう、あるあるあるあった、変わってるよね。いや、なんだろう、でもね、今時の女の子じゃないですかやっぱり、みなみっていうと、嬉、うん、しい、そう、うん、でもなんかカラオケとかっていうイメージないんですよね。ないよね、カラオケ行かない。あ、行かないの、うん、そう、そう、え、みなみは何が好きなの。確かに、確かに、趣味、趣味は、趣味、今の趣味、ね、今、うん、ハマってること、うん、あ、とか最近好きなものそうだね、なんか人を笑顔にすること。いやいやいや今さ絶対悩んでなかったから言ったじゃん。おいおい、急になんだよ、アイドルみたいなこと急に言ってさ、言っとけばいいかなみたいな。そうそう、なんで趣味、人の人を笑顔にすることだって。そんな人いないでしょ。いや、いるよ、趣味ではいないよ。え、無趣味なの、あんまないんだ趣味、なんかこれハマって全くないんです。え、家では何、そう、家で何してんの、うん、だから私家で歩いてるしかない、うん、怖い怖い怖い、家の中で家で歩いてるしかないって何ですか。え、家に帰ります。仕事が終わりました、家に帰ってきました。帰ってきました。まず何するんですか。帰ってきました、加藤さん、家帰ってただいまよって帰ってた。うん、なんかお部屋のショールーム用の電気つけて、あ、なるほど、自撮りしてメール送ってから、うん、何もしてない。何もしてない。ご飯食べて、食べて、そう、食べて、テレビ見てとか。テレビつけないんだよね、なんか。テレビ見ないよね、本当に。つけます。あ、そうね、お風呂入るときに、うん、自分の好きな入浴剤を入れて楽しむ。あ、それはかわいい。それはいい、あります、それだ。そうなんだ、じゃあテレビも全然見ないから、はい、最近流行ってる芸人さんなんかとかわかんない。わかんないよ。だからね、本当にこんなお仕事しなかったらもじゃさんなんか知るわけもない。もじゃさんなんか知るわけもない。そんな新潟市に。この人マジで何言ってるの、この人。もう新潟のもじゃさん。もうマジでこの人大丈夫かな、ここ。何、誕生日じゃなかった、本当怒ってる。あ、本当ですか。よかった、誕生日で、ありがとう。今言葉の選び方あるよ。もじゃさんを知ることはなかったですよっていういい意味で言ってるの。うん、だから仕事できてよかったって。あ、そういうこと、いいよ。ほら、こうやってポジティブ。やった、本当にさ、やめなさい、大人。やったじゃん、大人じゃん、ね、2人大人じゃん。わかるでしょ、この状況で。どういうことかさ、何言ってんの。よかったじゃん、また人に。やめろやめろ、おいおい、山口さんがしっかりしなきゃダメだろ、ここは。この人本当にびっくり。でも私、みなみをフォローするの大好きで。そうだよ、いつもラジオで、ね、フォローしてくれるんです。フォローしてくれんです。ちょっとね、ちょっと言い過ぎたこととか。そうね、山口さん結構あのフォロー担当だよね。菅原さんもそうだし、フォロー担当だね。確かに、だからね、もうね、本当にもう終了。はい、あー面白い。いやー、なんかすごい、やっぱ加藤さんと菅原さんとかは、ね、はい、一緒にぜひ共演していただきたい。山口、ね、山口さん好きだよね。そうですね、ぜひぜひ。すごい、ね、面白かった。はい、いただきました。ということで、はい、皆さん、加藤みなみの本性を少し知ることができましたか。感想をお待ちしています。はい、さあここで一曲お届けしましょう。私、加藤みなみからのリクエスト、 NGT48 でぎこちない通学電車。はい、この時間はリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、まずは私から、神奈川県あさりさんからいただきました。 NGT48 の皆さん、もじゃさん、こんばんは。こんばんは。県外から毎週楽しく聞いてます。ありがとうございます。皆さんに質問です。僕は電車とホームの間に携帯を落とすんじゃないかと必ず不安になり、毎回ポケットの中で握りしめてしまいます。うん、わかるわかるわかる、わかる、それ。皆さんはなんかどうしても不安になってしまうことってありますか。え、わかるよね、めっちゃ。わかる。思わない、みなに。全然思わない。どうしたら拾えるじゃん。拾えない、拾えない、拾えない。なかなか。思うの。まあ駅員さんは取ってくれさるかもしれないけど、うん、なかなか多分取るのには時間かかると思う。あ、なるほどね。
え、すごい。え、でも電車にやっぱ乗る機会が多いからかな。あー、うん、そういうことだね。私新幹線乗るたびに思う。怖い、私も。そこの、その間に足が入ったら、うん、入ったらどうしようとか。考えたことなかった。この、落ちちゃったらどうしようとかって、そう思っちゃう。不安になることある？何か。あるね。なんかやっぱり私、うん、いつも毎回不安になるんだけど、うん、お風呂のさ、湯張り始めますボタンを押してさ、うん、あの、お風呂のさ、栓閉めんの忘れて湯張りしたことあるのね。結構何回も。月1ぐらいなんだけど。それで、いつまで経っても、あの、湯張りができましたっていう、うん、音楽流れないから、うん、ずっと待ってても、おかしいなと。と思って。一時間後ぐらいずっと流します。いや、あ、でも、私もある。なんか私んちがオール電化なのから、うんうん、もうお湯が、なんか決まった量しか出なくて、一時間。そうね、わかる。そういうさ、なくなるよね。そう、なくなっちゃって。じゃあ水が出ちゃうの？そう、水。そう、水しかなくなる。お湯の、こう、方を回しても出なくて。うん、そうなんだ。そう。冬にやったことある。水で洗った。頑張ったね。大変だね。はい、芸人さんみたいなことをしました。本当に本当に。そう。はい、そんなことがありましたね。私はね、なんかいつも不安、なんかリコとやっぱりそのメールするときに、あの子漢字が読めないわけよ。ああ、わかる。そう、漢字がもう本当に読めないから、一回こうさ、普通に変換で誰もが読めるであろう漢字を。もう書いても、いやこれ読めないんじゃないかなって不安になって、ひらがなに直したりするの全然本当に。大変。そう、気使うよ。気使うわ。でもね、それでね、でも普通にさ、なんか結構パンパンパンってあのメールし合ってて、だからそれでね、なんか東京に行ってリコにお土産を買ってきた時があって、だからリコにお土産買ってきたよって、あの、やって、そしたらリコから、あーじゃあ明日もいただくね、みたいにして、で、リコに次の日、ねえねえ、マホホン、マホホンが勝手にしてくれた、お産物って何って言われて。え、何のことって思って私。お産物お産物、え、お産物って何みたいなの。待って待って、え、お土産お産物って呼んでたのと思って。お土産を普通にさ、漢字でさ、おはひらがなでお土産の土産をね、あの、漢字で書いてしまってて、そしたらもうお産物ってそれを。うちどこに行った？うちどっから来た？みたいな。本当にびっくりしちゃって。本当に私も何事かと思って、みたいな。じゃあ続いて、はい。まほほん。はい。新潟県糸魚川市に、お住まいのヘナチョコヨッピーさんからいただきましたありがとうございます。 MGT の皆さん、もじゃさん、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。新潟県あるあるかもしれませんが、僕の通っていた小学校のすぐそばにスキー場があることもあり、冬場には2日に1回はスキーの授業があって大変でしたよ。単純に皆さんはスキーお上手ですか。それではご機嫌よう、うららえ、でも、私はね、青森って、まあ、冬の体育の授業は毎回スケートだった。え、スケート？スケートだった。逆にスキーはなくて、スケートだった。いいな、学校に。そうそうそう。え、学校にじゃなくて、学校からちょっと歩いたところにスケート場があって。いいね。え、じゃあできるの？そうそうそう、できる、スケートはできる。見てみたい。あれ、もう、スケートできなそう。転んだら骨折しそう。そうね。これは骨弱いだけじゃん。いや、細いからね。そうだね。そうでも、スケートか。え、スケートしたことない？一回あるかな。あ、ほんと？一回ある。あの、雑誌の企画で。ああ、なるほど、なるほど。私できたんだよね。え、すごいゆかちゃんとしたんだけど、ゆかちゃんはできなくて。そう、私意外とできたんだよね。ああ、意外とできるね。え、みなみもスケートはしたことある？あるある、一回。新潟にできた。でも、スケート、なんか、フィギュアスケート。わかる！トリプルアクセルとかさ、アクセル、なんだっけ、トリプルアクセル。めっちゃ釣れそうだよね。本当に、それはまた影響かな。できると思うよ。やろうと思えばもうできたりそう、みなみ。よかった、じゃあ。来年オリンピック。来年ないか。来年じゃない。東京オリンピック目指すかな。東京オリンピック夏だ。じゃあ、そうね、溶けてるわ。はい、ということで、じゃあ私続いて読ませていただきます。新潟県新潟市、ラジオネーム、七九山ロッペン。ロッペンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。もじゃさん、NGT48 のメンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。
はい、お正月にちなんだセクシー3文字を用意してきました。おお。ということで、リスナーさんへの、お年玉代わりとしてよろしくお願いしますということですが。なるほどね。おせち指定なんだ。おせち、はい、そうですね。好きなんだね、多分ね。そうね。うん、はい、ということで。おせち？じゃあもう、お正月らしい 3文字じゃなくて、いいな、お正月らしいワードでいいかな。はい、じゃあまほほ、じゃあいきますか。あって、あ、いいよ。ワン。ちょっと待って、ワン、ワン、ちょっと待って、うわー、これがあったか。いやでも、今年は犬年なんで。そうだよね、犬年だから、セクシーに犬の鳴き声を鳴いてみました。これ言わなきゃダメなの？はい、じゃあ次、続いて、みなみさん行きましょうか。はい。お、ま、ち。いいですね。かわいい。かわいい。はい。はい、じゃあ続いて、私が。いきます。お、お、姉さん。お、姉さん。お、ち。待って。待って。なんて言った今。なんて言ったか分からなかった。おせちです。おせちか。もうなんか、セクシーに言いすぎて何言ってるか、全然分かんなかった。なんて、すいません。さすが姉さん。ありがとうございます。ありがとうございます。同い年ですけどね。わかる。はい。だって同い年。ということで、じゃあね、お年玉になったかなということで、うん、はい。このように皆さんからの質問、お悩み相談などなど、私たち NGT48 へのメッセージをお待ちしています。宛先は、fm2型.com、NGT48 のみんな神対応、ラジオ握手会の番組ページ、リクエストメッセージボタンからお待ちしています。NGT48 のみんな神対応、ラジオ握手会、エンディングの時間になりました。エンディングナンバーは、NGT48 で、マックス時315号です。今週もプレゼントがあります。私たちのサイン入り FM 新潟タイムテーブルを3名様にプレゼント。住所、本名、電話番号、私たち NGT48 へのメッセージ、そしてタイムテーブル希望と書いて送ってきてください。締め切りは1月14日日曜日までです。そして今月出演メンバーのサイン入りタオルを1名様にプレゼント。タオル希望と書いてメッセージ送ってきてください。はい、はい、もう今年も始まったということで、はい、うん、今年もラジオみんな神対応、ラジオ握手会をよろしくお願いします。お願いします。はい、寂しいのですが、和歌山の時間が近づいてきました。はい、いよいよ明日、東京ドームシティホールで NGT48 の単独コンサート、未来はどこまで青空なのかが開催されます。皆さん楽しみに待っていてください。私たちも楽しみです。それではまた来週金曜日午後8時30分にお会いしましょう。